ゴンザレスはアメリカ海軍のミサイル駆逐艦、アーレーバーク級ミサイル駆逐艦の16番艦。艦名はベトナム戦争で名誉勲章を受章したアメリカ海兵隊のアルフレード・カント・ゴンザレス軍装にちなむ。ゴンザレスは1999年に NATO 軍としてアライドフォース作戦に参加、セルビア領内の目標に対してトマホーク巡航ミサイルを発射した。 2005年にはソマリア沖の海賊による攻撃からクルーズ客船シーボーンスピリットを護衛した。2006年3月1日、ゴンザレスは2月18日にエンジンと火事を破損したイラン船の乗組員を救助した。乗組員はイラン側に引き渡された。2006年3月18日にゴンザレスはケープセントジョージと共にソマリア沖合で海賊と交戦した。 両艦は約25回里にわたって銃撃戦を行い、海賊1名が死亡し、5名が負傷したと報告された。2006年7月17日に CNN はイスラエル国防軍によるレワノン侵攻でアメリカ国民の救助作業にゴンザレスが展開するだろうと報じた。2006年7月26日、シカゴトリビューンのフランク・ジェームスは ゴンザレスの救助作業について報告した。ありがとうございます。